みなたびチャンネル。はい、どうもみなこです。おっさんみなこです。坊主にしてから1ヶ月以上、2ヶ月は経ってないかな。で、だいぶ伸びてきて、今非常にこの髪の毛気に入ってません。もうすごい嫌だ。もうほら、こっから見た感じとかめっちゃおっさん。男にね、モテないために毛は剃ったんだけど、それにしても別におっさんになりたいわけではないので、今すごく嫌です。もうこの長さだったらもうなんか剃ってツルツルにしたいなとか思うんだけど、でもまあこれから伸ばしたいので、ベリーショートしたいので、ここをね乗り越えないといけません。ちょっと前に出した動画では、このカツラからチクチクが出てネットをかぶっても効かないっていう話をしたんですけど、もうこの長さになってくるとネットが役に立つようになってます。これこうかぶってこうすると髪の毛がしっかり抑えられて収まってるんで、カツラがね、かぶりやすくなった。とってもフィットするようになりました。でいい感じになってます。はい、女子になりました。で、今回はミラクルさんがね、いいお題を出してくれて、あのカツラがどれだけずれないかみたいな、逆立ちしたりしても大丈夫なのかっていうことを言ってくれたので、今日はいろいろと実験をしてみたいと思います。逆立ち恐怖ヘッドバンをしてみようと思います。はい。ね、こうサクッとかぶったズラがどんだけ耐えられるのかっていうのをやってみようと思います。はい、まずはね、逆立ちしようかな。私ね、側転をしようと思ったんだけど、多分私最近柔軟全然してないから、いきなりあの足をおっぴろげるってね、側転すると多分足がつると思うんで逆立ちだけにしときます。はい、逆立ちはね、さすがにできるから、これでよし、逆立ちいきます。ズラが取れるかどうか。おいおい、全然大丈夫。まあだろうなとは思ってたけど、逆立ちは全然大丈夫です。ほら、この前スケボーやった時もね、思いっきりすっ転んだけど、あの吹っ飛んでったりしてないんで大丈夫です。はい、というわけで逆立ちはよいしょ、全然大丈夫。よいしょ、はい。楽しい。はい、というわけで次はね、ちょっと強風実験をしてみよう。よいしょ。今ハルトはね、学校から帰ってきて遊びに行ってます。はい、家で一人でこんなことしてる母親どうなんですかね。はい、うちの扇風機ちゃん、はい、弱中強。全然だな、寒い。うちにある扇風機じゃこれが限界だ。台風の強風体験とかしてみようかなっていうのも一応ググったんですけど、なんか団体で予約しなきゃいけないとか、真面目なとこなので遊んだら怒られるかなと思ったので、ちょっと家の扇風機だけにしておきます。外でね、結構な強風でも全然飛びはしないんだけど、多分この境目がね、こうやって見えちゃうと、ちょっとズラ感が出るのかなと思います。あ、やっぱめくれると乗ってる感出るな。はい、こんな感じです。強風で、あの外れはしないけど、めくれると、境目がめくれるとちょっとズラ感は否めないということですね。はい、というわけで、じゃあ最後ヘッドバン実験をしてみようと思います。ヘッドバンはね、あのロン毛でやった方が見応えがあると思うので、着替えますので行ってきます。はい、はい、というわけでヘッドバン用のメイクをしてきましたね。メガネついてないからよく見えなくて怖い。ははははは。
ネタとかねよく分かってないんで、真似だけです。はい。え、これさ、ここのさ、おでこにさ字を書くのってめっちゃ難しいね。どう書いたらいいか分かんなかったんで肉にしときました。肉でも難しかった。よし、というわけでヘッドバンします。ズラが外れないか実験したいと思います。で、ヘッドバンね、ヘッドバンキングってね、あのこういうやつなんだけど、ちゃんと正しいやり方をしないと首を痛めちゃうらしいので、首とかね、あと脳みそとかね痛めちゃうらしいので、ググりましたちゃんと。それでね、正しいヘッドバンのやり方はこう首に力入れてやるんじゃなくって、首には力を入れないで腰からこう腰と膝を使ってやるのが正しいやり方だそうです。はい、それを学んだのでやってみようと思います。こうだな。はい、では行きまーす。いくぜー。はい。ピーナッツ、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 ピーナッツ。一瞬だ。スポーンってすぐ取れた。中身のネットも一緒に飛んでいきました。ネットどこ行ったの？ネットくっついてる。あとこのいつも愛用しているこれでこれでちょっとやってみようかな。こっちの方が頭にフィットしてるから。よし、いくぜ。ピーナッツ、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 これ、ピーナッツ、これいいかも。ピーナッツ、取れない。ピーナッツ、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 ピーナッツ。これだと取れない。あざをクラクラする。あ、短いのだとヘドバンしても取れません。全然安定感ある、すごい。やっぱこう長いのだと遠心力で飛んでっちゃう感じがする。あ、すんげー頭グワングワンしてる。あ、危ない危ない。よい子は真似しないでください。はい、母親がねこんなメイクしてうるついてても動じない息子ハルト。はい、怖はい、というわけでカツラいろいろ実験をしてみました。結果、この短いショートのズラだといろいろ強いということが分かりました。長いのはヘッドバンすると取れます。はい、以上今の坊主伸びかけ坊主報告とカツラ実験でした。では、またねー。